ます。オーディオライムです。今ですね、これ FC3S、のテールレンズの、ね、交換を、やっているところなんですけども、これ、お客さんがお持ち込みで、なんかね、リペアされているテールレンズを購入されて、でそれの入れ替えなんですけども、ここにね、あのゴムのこのモールがこうあるんですね。でこのモールを、部品調べましたら、残念なことにですね、絶版になってまして、手に入りません。まあいずれ、ニーズがあれば、要望がねたくさんあれば、再販の方をしてもらえるかもしれないですけども、現時点ではね、手に入りません。でこの既存のこの元々のこのテールレンズはですね、結構程度が良くて、ゴムもね、まだプニプニプニしててね、いい感じなんですけども、これを、お客さんがね購入した方に移植しようと思ったんですけども、やっぱりちょっとね剥がすのにはね、ちょっともう 無理をしないと剥がれないですね。でやっぱ無理をするとちぎれちゃったりとか、そういう風になって、もう目を当てられないぐらいになっちゃうんで、これはねこのまんま、いじらないでっていうことに、なってます。で、実はねちょっとね、やっぱり取れるんじゃないかと思って、途中までやったんですけども、でもやっぱりね、ダメなんで、あもう途中でねやめて元に戻しました。で、どういう感じかと言いますと、このゴムなんですね。ここにちょうどここにこう見えると思うんですけども、このゴムなんですね。これがないともう丸々ね、この分空いちゃうんですね。なんで、こっちからこう指が入る、まあ、入らないですけど入りそうな勢いでね、空いちゃうんで、ちょっとね加工が悪いということで、ちょっとねなんとかっていうことだったんですけども、でこれが、これ反対側のテールなんですけども、これがね、ちょっと、まあ、綺麗になってますよね。こういうねなんかリペアされてるものをね購入されたってことで、これだったんですけども、これにはねこういう感じでついてません。なので、なんかね代替品ということで、ちょっといろいろ探したんですね。代替品を求めて、Amazon でね、いろいろねこうネットサーフィンして、良さげなものをね何種類か買ったんですね。でうちでもともとねこういうねドアモールっていうねこういうちょっと細いんですけども、これ結構ね使えるんですね。まあどういうところって言ったら、内装とかのエッジが立ってるところにこれつけたりとかすると、そこできしみが止まったりとか、あとは本当の、角を守るために本当にちょこっとだけあればって言って、まあ、これを回したりとか、ちょっとねこれ、バンパーのエアロとかにはあんまり向かないんですけども、まあ、内装とか、まあそういう感じですよね。まあ重点的な感じなんですけども、で、頼んだらね結構これ幅をこう見て、いつも買ってるやつよりも幅広のやつっていうのでサイズが書いてあったんで、それを注文したらね、まあまさかの全く同じやつが来たっていうね。サイズ確かにねこっちのサイズよりも大きく書いてあったんで、大きい一回り大きいんだろうなと思ったら大きかったんだ、同じだったんですね。で、まあこっちだったら間違いないだろうと思ってもう一回買ったらまた同じの来ちゃって、まあこれはこれでねうちの在庫になるんで、これが、元々のね、サイズなんですけども、それともう全く一緒なんですよね。実物見て買うわけじゃないんで、サイズ書いてあるサイズをね、同じですよね、大体ね。もうねその書いてあるやつを頼りに買ってるんですけども、なんでそんなサイズ違うのに
こう小さいの来るのかなっていうね、向こうで梱包間違いなのか、もう基本的にもうただのね、ガセなのかちょっとわかんないんですけども、まあ、これはこれでね、うちで、まあ、在庫あっても問題ないんで、まあ、なんかでね、使えると思います。で、よくね、こういう、これはね、エアロパーツ用のプロテクターモールつって、愛工房っていうところでね、こう出してるやつなんですけども、これはね、地品、これ結構使うんで、結構まとめ買いするんですね。うちで在庫でこれ、3つと使いかけ、ですね。な感じです。で、もうこれもう、これじゃどうにもなんないんで、またね、違うものを買ったら、よさげなものが見つかりまして、で、ちょっとね、それで今日、この動画ちょっと撮って、紹介できればなと思ったんですけども、これ、エーモンで出してる、ドアモールなんですね。まあ、ドアモールっていうよりかは、ちょっともうこれ袋開けちゃってるんですけど、こういうやつですね。風切りオン防止モールってやつですね。品番が4951ってやつなんですけども、これドア2枚分で長さが 2.1 メートル。で、1本もので来てます。で、効果はね、こういう感じの効果なんですね。で、これをね、買いまして、こういう感じの断面なんですね。ちょっと見えるかな。こういう感じのね、ちょっとライトつけます。こういう感じのね、ここにまあ、加えるようなね、感じなんですけども、これをね、こっちね、両方やったんですね。こっちの、この出っ張りが、外に向かってこう出てるのと、この出っ張りがこの中に入ってるやつですね。この断面で言うと、まあ、こういう感じですね。これが外なのか中なのかでやったんですけども、これを中にした方が、このね、ボディとのね、隙間をこう埋めて、よかったんで、これでね、こういう感じでこう加えてっていう感じなんですね。ちょっとこれもなかなかちょっと入んないんですけど、結構ねグイグイやってこうはまっていくような感じですね。で、こういう感じで、で、問題はね、この分外に出ちゃうんですね。この分が。で、ここでカッターでこう切れ目入れてこう切っちゃって、で、そうすればここのね、こう加えてる部分がね、なくなるんで、すっきりするんですけども、そうするとね、今度これを押さえるのにボンドを流さないといけないんですよね。で、まあ、ちょっとこの加えた状態で一回つけてみたら、そんなにね、おかしくはなかったんで、もうね、何の、まあ、ボンドもつけずに、ただこのはめてるだけで、もうね、いい感じだったので、そうすると、出入れもね、一般の方でも簡単にできるんで、いいんじゃないかなと思ったんですね。で、じゃあちょっとね、車両の方、これちょっとね、外しまして。で、これがね、もう、先にね、もうやっちゃってるやつなんですけども、モールをね、こういう感じで入れてます。で、ぐっとね、こう入れたような感じです。もうここだけ見ると、もうね、そんな感じ的にこう悪くないですよね。で、これをね、ちょっとね、これちょっと仮組です。で、こういう感じでね、こう入るんですね。で、ちょっとね、ここのモール分がこれ出てるんですけども、これはちょっと好みになっちゃうんですけど、私は別にこれでなんか別に純正っぽくて、まあいいんじゃないかなと思うんで、
客さんにはこれちょっと見せてないんですけども、ちょっとね、どう言われるかわかんないんですけど、まあいいんじゃないですかっていうのでおすすめしようかと思ってるんですけども、ちょっと今待ってくださいね。こういう感じなんですね。このね、厚み分こう出ちゃうんですけども、そんな悪くないですよね。で、これゴムはええもんからね、売ってるもんなんで、気軽にね、ダメになったら交換できるし、でノーマルでここにゴムが入ってるっていうのは、この当たりをね、防止する意味でもね、ゴムついてたと思うんですけども、ノーマルよりもね、圧着してる面積が多いんで、防水にもなるし、で当たりもね、柔らかくなるんでいいんじゃないかなと思います。ではね、これをね、やっていきます。まずね、こっちね、ダメージがあるといけないんで、これね、マスキングテープでね、養生します。あんまりこう端までやっちゃうと、このね、ゴムのね、ゴムがこう噛むんで、邪魔になっちゃうんで、ちょっとね、このぐらい開けて、ね、ここね、リペアして、これおそらくね、これやった方が、これ中でね、作ったんですかね、これね。なんで、これちょっとね、粘着弱くさせるのに、ちょっとこの辺でね、こう、ゴミをね、こうちょっと吸着させて、これでね、ちょっとね、弱くしてからね、これ貼ります。じゃないと、持って帰ってきた時あるんで、ちょっと足りなかったね。ちょっと持ってきます。ね、こういう感じで、こっちのね、下からで、やっていきます。最初ね、これ決まるまでがね、結構ね、大変なんですけど、一回はまっちゃえばね、こうね、はまって、こうスムーズにね、こう入ってきますから。ちょっとね、こっち寸足らずなんで、少しね、ちょっと送ります。ね、こういう感じで。ね、で、ここはね、ぴったりのところでね、切っていきます。
長かったかな、これ。あ、でもまあこのぐらいで、まあちょっとね、こっち送れば。こういう感じですね。で、これでね、つけていきます。で、その前に、ちょっとね、まあ、もう一作業ね、あるんですね。これはね、テールレンズはね、これはこれでいいんですけども、ここにね、こういうね、こういうパッキンが入るんですね。で、これパッキンね、これもね、部品出ないです。で、このね、こういうね、このボルトがこう通るところのこの穴なんですけども、ちょっとね、ズタズタになっちゃって、で、まあこれはもうね、こういう役目なんで、これもしょうがないんですけども、これをね、ちょっとね、この穴のところをね、少しね、補修っていうかね、まあちょっとちょこっと、手を加えます。じゃあね、ちょっとね、これ溶かします。で、何を使うかと言いますと、実はね、ちょっとね、もうね、ちょっと一回ね、やっちゃってるんですけども、こういうね、処理するとこういう感じになります。処理するとね、こういう感じです。ちょっと反射しちゃって見えないかな。こういう感じです。で、穴、ダメな穴はね、こういう感じです。が、こういう感じになると。まあ、ひどいとこだと、こういう感じになっちゃってるところですね。ひどいとこだとこういう感じ。ね、で、これをね、こっちの反対裏面から、補修して、やってるって感じですね。で、何を使うかというと、これね、こういうやつです。これ靴を直す靴のね、底とか、まあ、この補修剤ですね、滑り止めとか接着とか。そういうのに使うものです。で、ちょっとねこれ、なんていうんですかね、乾いてもね、そこまで硬くならずにプニプニでもなく、程よくこうつくんで、これね、いいです。シューグーっていうね、これアマゾンでもね買えます。で、色はね、これ白と黒あったと思うんですね。アイボリーとかはなかったと思うんですけども、一応説明書きでは、ゴム、これには書いてないんですけども、パッケージの方にはね、まあ、ゴム、スポンジ、プラスチックとかね、そういうのね、いろいろ書いてあったんですね。で、これをね、やっていきます。で、パッケージちょっと探ししたらね、こういうね、こういうつま先の剥がれとか、靴底とかかかととかね、直すような感じですね。で、使用できる素材は、ここに書いてあるんですけども、ゴム、天然の、革製品ですね、人工の革、あと布、キャンバス、まあキャンバスと布も一緒だと思うんだけど、まあ厚手のもいけますよっていう感じかな。で、木、ガラス、金属、コンクリート、プラスチックなど、素材によっては、まあ、これ書いてあるけども使えない、のもあるっていうことですね。で、使えない素材、PET、これのよくわかんないんですけど、シリコン、ポリレチレンとか発泡スチロールですね、多分おそらくこの溶剤に負けちゃうようなやつがダメだと思うんですね。で、これね、これでいけるんで、これね、これ綿棒を使って、で、ちょっと取って、これをね、こう塗っていきます。
こういう感じでやっていきます。ここはね、少しね、これちょっと破けちゃってるんで、このままやるとね、ここだけ、抜けちゃうんですね。なんで、これやっとけば、いくらかがね、持つんで。ちょっとここはね、低いんで、ちょっと多めに。ちょっと塗っときます。ここはね、まだ破けてないですけど、一応、いいかな、破けてるところだけで。あとはね、ここ破けてるところ。穴、ここね、もともとのこの穴は埋めないようにと言いながらちょっと埋まっちゃったけど。こういう感じで、乾燥はね、一晩、一日、かけて、これ乾かします。なので、このテールレンズね、つけて、組むのはね、明日、ということになります。じゃあね、これはね、このままこれにして、明日までね、ほっときます。ではですね、1日経ちました。こういう感じです。ちょっとね、スケベ心出しちゃって、ちょっとライトつけますね。このね、四隅もね、四隅っていうか、この隅っこもね、ちょっと塗ってみました。で、こういう感じでね、プニプニのまんまなんですね。で、一晩置いとかないとと思ったんですけども、1時間ぐらいね、今夏場なんですけども、1時間ぐらい置いとくと、こうね、もう完全に乾いてるようなね、そういうな感じだったので、結局ね、こっち裏表ね、塗りました。で、こっちの表のね、ここの2箇所は、状態良かったんで、ここはやってません。こういう感じです。では、これからね、テールレンズにね、つけていきます。で、テールレンズは昨日、これね、ゴム、これもやってあります。こういう感じですね。ね、こういう感じです。で、これでね、まずこっちのゴムをね、こうつけて。逆だと。結構ね、この補修でこれ使ったやつね、結構伸びますね。で、伸びてもちぎれないですね。なので、こういうね、ゴム関係のね、直すのにはね、結構いいですよね。じゃあ、これをね、車両の方にね、つけていきます。はい、つけ終わりました。で、これちょっとね、剥がします。こういう感じです。で、ここはね、もうぴったりしてます。ちょっとね、ゴムがね、少しこう、うにょうにょやって、いいところで、落ち着くようにします。で、ここね、
ここはもうぴったりなんですけども、一番ね、開いてるのはここです。で、次開いてるのはここですね。で、こう見てると、ここがね、少し浮いちゃってるんですけども、もうここはね、どうしてもね、もともと幅がね、結構、開く幅が結構広かったんで、ここはね、こんなもんなんじゃないかなとは思います。で、ここのね、ここはこうグッてやると、こう隙間開くんですけども、でも隙間開いてた方がいいのかな。この隙間がね、ないようにするのは少しこうね、こう押すとこう塞がるんで、いいんですけども、ここ少し開いてるんで、こうグッとやれば、このぐらいだったらね、どっちがいいですか。こんな感じかな。いかがでしょうか。これね、私的にはね、いいと思うんですけど、強いて言えばね、ちょっとこの幅がね、ありすぎるんで、どうかなと思うんですけど、でも、パッと見はね、これ全然わかんないと思います。で、こうやってちょっとね、お客さんに見てもらって、よければね、このまんまでお渡しという形になります。私的にはね、これ結構ね、いいと思うんで、どうぞね、このね、モールがない方、これ同じような感じにやられてはどうでしょうか。いいんじゃないでしょうかね。で、今回ね、この動画は以上になります。またね、こういう小ネタあったらね、単発的に、お出ししますんで、ご覧いただければ幸いです。で、一応ステージアの方もね、ちょこちょこ、やって、あげるようには、これからしていきますけども、どうしてもね、通常作業がね、重なっちゃうと、なかなかステージャーの方をこう手つけられなかったりはするんで、その通常作業もね、普通のね、板金塗装の作業なんですけども、動画撮ってる車種とかを単発でこうポコポコ出していったりとかしますんで、どこね、ステージャー、気になってる方、今そんなにいないと思うんですけども、楽しみに待ってるくださってる方はね、非常に申し訳ないんですけども、なるべくね、出せるようにね、頑張りますんで、どうぞよろしくお願いします。では、どうもありがとうございました。